あこんにちは、えー、融合意向学分野の富田と申しししまますすよろしくお願い,いたします、えー、私は、えー、融合・移行学分野で、えー、失明した患者さんの、知機能を再建する研究について行っております。えー、現在、えー、米国基準に当てはめて、えー、ロービジョン、失明を合わせた視覚障害者の数を調べてみますと、えー、約164万人にも及びます。 これはは年にに万人にもなると、えー、推定されていますで現在一旦失明に至ってしまいますと、視機能を回復させる治療法というのはありません。で、えー、視覚障害者の介護負担費であるとか、労働力の減少など、えー、合わせますと、視覚障害がもたらす社会的損失額というのは8.8兆円にも上ると言われています。 では失明者数というのは何人いるでしょうか。十八点八万人と言われております。その失明者数の中途失明原因内訳をつについて見てみますと、第一緑内障、糖尿病網膜症、網膜色素変性症、カレー黄斑変性症と続きます。しかしここで重要なところがあります。えー、しばしば支援が必要である零点零一以下 日本の基準に当てはめますと第1級視覚障害者の人数について見てみますと4.4万人になりますでこの4.4万人どういった疾患が対象かと言いますとこの順位は完全に逆転しまして網膜色素変性症が第1位の疾患となってきますで我々はこのまず網膜色素変性症をターゲットとして視覚再生の研究を行っております 網膜色素変性症は厚生省特定疾患に指定されておりまして頻度としましては4000人から8000人に1人原因は視、えー、細胞これは網膜の光を授要する細胞ですが視細胞や網膜色素上皮細胞の光需要に関係する遺伝子の変異であることが分かっております現在までに、えー、多くの原因遺伝子が同定されておりますが、えー、有効な治療法はありません 近年の遺伝子解析技術の進歩によりまして血液を取って遺伝子解析をやってみると目が見えている正常な段階から将来失明するかもしれないということが分かってくることになりますでも治療法は現在のところはありませんここに網膜の断面図を示しております網膜の光需要について簡単に説明しますと目の中に入った光というのは 網膜の神経細胞内側の細胞を通り抜けて網膜の後方に位置する視細胞と言われるこれが唯一の網膜の中の光を受け取る細胞ですこの視細胞で光を受け取って順に内側に情報が伝えられますでこの最終的に神経節細胞これは視神経を構成する細胞で視神経を脳まで伸ばしています この神経節細胞で電気的信号に変えられて脳に視覚情報が伝わりますこういったシステムからこの視細胞光を受け取る唯一の細胞がこういった遺伝子の変異によって消失してしまいますとその他の神経細胞が正常に機能していたとしても失明に至ってしまいます網膜色素変性症の患者さんの 網膜を調べてみますと確かに細胞が、えー、ほとんどなくなってしまっているそして網膜の内側の細胞は細胞は完全になくなってるんですけれども比較的よく保たれていることが明らかになっていますこういったところからこれまで網膜色素変性症に対する視覚再生の方法としました人工網膜が研究されてきました 人工網膜は簡単に言いますと、目の外に置かれたカメラで映像を捉えて、網膜の中にインプラントされた刺激電極で網膜を電気的に刺激するというものです。こ,こちらで丸の映像を見たら、電極で丸のように網膜を電気的に刺激するといったものです。 でこれはアメリカドイツ日本では大阪大学を中心に臨床研究が行われまして物のの動きが分かる形が分かるということが明らかになってきますそれと同時に問題点としましては、えー、網膜の中に配置できる電極数が最大でも1000個であるつまり1000画素程度であるとで網膜の出力細胞は、えー、大体100万個あります通常100万個の細胞で情報が伝えられているものが 線画素でははるかに解像度に乏しいということがわかります。で我々はこういった子、えー、細胞がなくなってしまう病気に対していろいろなアプローチで研究を行ってきました一つは最近話題になっています IPSES 細胞というものです。えー、こ,のこれは、えー、皮膚から細胞を取り出してきましてそれをいろいろな処置を加えて えー、培養価で子細胞を作り出すそして作り出した子細胞を亡くなった子細胞の代わりに移植するといったものです私たちこれで、えー、子細胞を作ることに成功しましたが、まあ、残念ながら膜色素変性性症というのは遺伝性疾患ですそのために皮膚から細胞を取って子細胞を作っ,た作って、えー、移植したとしてもまた変性が起こってしまうということで網、まあ、膜色素変性症に対してはこの えー、iPS っていうのは使えませんで次に私たちは新しい視覚再生法というのを、えー、いろいろ検討してきましたまず人工網膜研究から分かることというものは視、えー、細胞が変成したとしても網膜の内側の細胞脳につながっている神経細胞などは、えー、生存しているそして、えー、機能しているということが分かります。であればこの 残っている神経細胞に光を受け取る力を加えてやれば、えー、視覚を再生できる可能性がありますしかしながら、えー、この神経細胞に光需要の加えるということはそう簡単ではありませんこの子細胞の光需要の反応を見てみますと光需要タンパク質に光が当たってそれから光需要が完了するまでにこの子細胞の中にある子細胞に しかないタンパク質の連鎖反応が必要ですそういったことから1つの遺伝子を入れて光需要細胞を作ろうと思っても作ることはできませんまあ、唯一成功している例としましては2002年に死細胞特異的なタンパク質であるアレスチンであるとかオプシン G タンパク質こういった3つのタンパク質を1つの神経細胞に導入することで光感受性を 与えるることとがができいいうのが報告されていますしかし治療として考えた場合には3つの遺伝子を1つの神経細胞に確実に導入するというのは非常に困難なことですそしてこうやって作られた細胞も非常に光感受性が低いということが報告されていますそこで私たちが目をつけたのがチャネルロドプシンンというタンパク質ですこれは緑藻類のクラミドモナスが持つタンパク質です クラミドモナスは、えー、皆さんあの緑虫を想像していただけるとよくわかると思うんですけれども便毛、えー、を使って、えー、光のあるところに泳いでいって光合成をして生きて,、えー、生きている単細胞生物です光を認識する能力を持つということでこの岩点と呼ばれるところにあるタンパク質がチャネルロドプシン2というタンパク質ですこのチャネルロドプシン2非常に面白い機能がありまして光を受けて光を受けて 取るととるる細胞内にイオンを投下させると光活性化の活性化陽イオンチャンネルとして働くとでこれが何が重要かといいますとこのチャネルロドプシン2を神経細胞に導入しますと光が当たるとチャネルロドプシン2の構造が変化し細胞の中にナトリウムイオンが流れるとそして神経細胞は脱分極し活動電位を発生する。 1>, 1つの遺伝子を神経細胞に導入することで光需要のを与えることが可能になりますそこで私たちはこの失明した網膜の脳に直接つながっている神経節細胞にチャネルロドクシン2を加えましたで実際は遺伝子導入用ベクターとしましてはアデノ随伴ウイルスベクターこれはえ現在人の、えー、あ臨床試験で非常に数多く 遺伝子治療の臨床試験で数多く使われてて安全性が確保されているウイルスベクターですでこのウイルスベクターにチャネルロドプシン2をつなげまして、えー、遺伝子の発現が可視化できるように蛍光タンパク質を付け加えてありますで、遺伝子を少子体内に注入した後電気生理学的な評価、行動解析そしてどれぐらいの細胞に遺伝子が導入されたかということを調べております 遺伝網ラット完全に失明してしまったラットでは目の前に光をパシッと当てても脳波に何ら変化は見られません正常なラットではこのような波形が見られますそれに対して遺伝子導入後約2ヶ月ほどしますとこのように光反応性が回復してきますでこの反応というのは非常に脳に伝わる線次というのが短くなっていますすなわち、 通常は光が入って子細胞で受け取られて内側に戻されるチャネルロドプシンが神経節細胞に入りますと光が神経節細胞で捉えられてダイレクトに脳に伝えられるということでこの時間がバイパスされこの反応が短くなっていますこのことからも神経節細胞が光を神経節細胞自身が光を受け取れるようになったということがわかります そして光に対する反応性を見てみますと正常なラットとほぼ同等の反応速度を持っていますまた行動学的に調べてみますとラットをこういった青黒の縞模様の円柱の中に入れまして青黒の縞模様を回転させるとこうやって調べてみますと確かに遺伝子導入したラットではこの青黒の縞模様を追いかける動作が増えると。 ということで、行動学的にも視覚の回復が確認されました。で導入効率です。導入効率についてみ、えー、計算してみると、1回目の中にウイルス溶液を注射すると、28%の細胞にチャネルロドプシンが発現してきます。人では100万個の神経絶細胞があると言われてますので、1回注入すると約28万個の細胞が光需要細胞になる。 先ほどお話しさせていただきましたように、人工網膜では大い1000画素が限界と言われていましたが、この方法では1回の投与で28万画素相当の映像が見られるんじゃないかと期待しています。また、患者さんのことを考えますと、人工網膜では手術に、大体私たちも人工網膜研究を行っていますが、手術に3から4時間ぐらいかかります。それに対してウイルス溶液を消費体の中に注入すると。 いうことで約10分程度で、もしかすると外来でも可能な主義かもしれませんでこういったことでチャネルロドプシンの遺伝子導入によって見えるということが分かってきたんですけれども果たしてどれぐらいの資格が得られるかっていうのをもう少し詳しく調べてみましたこれは生まれながらにチャネルロドプシンタンパク質をその神経節細胞に持っている遺伝子改変動物を作ったものです 遺伝子改変動物を作ることによって先ほどは28%の導入効率だったんですけれどもほとんど全ての神経節細胞にこういうふうにチャンネルドロドフシンが出てくることになりますでこれで視覚機能をこういったデジタル型の先ほどの物理的なものではなくしてデジタル型のものを使って調べてみましたこれは実際の映像ですがこの動物は 元来の死細胞を全く持っておりませんチャネルロドプシンでどれぐらい見えるかというのを調べていますこうして見てみますとこの青黒の縞模様が回転していくのと同時に首をゆっくりと縞模様を追うように動かしているのがわかりますでこういった実験を繰り返して調べてみますとチャネルロドプシンで得られる視覚というのは非常に 高いコントラスト感度を持つ、えー、非常高度な視覚であることが分かってきましたそこで私たち臨床応用に向けての研究を現在行っております、えー、まず問題になるのがチャネルロドフシンが、えー、緑藻類由来の遺伝子であるということですこれまで遺伝子治療で人由来ではない 遺伝子を使った遺伝子治療は行われた経緯がありませんそこで長期発現による免疫減性であるとか抗体化などを測定してみましたでもう一つ問題になるところがチャネルロドプシン2というのは波長感受性です先ほどから青黒の縞模様というふうに見せましたが実のところチャネルロドプシンは青色しか感受できません つまり、うまく視覚が回復したとしても、青色しか見ることができない、赤色のものがあったら見えないということが問題になっています。この点について、続いて説明させていただきます。でまず、チャネルロドプシン2を遺伝子導入して、抗体価を測定してみましたが、抗体価の上昇というのはほとんど見られていません。 AAV 遺伝子導入に使ったウイルスベクターですけれどもこれの抗体価について調べておりますが、まあ、若干一過性に上昇は見られているもののほとんど影響はありませんで最も大事なところが遺伝子導入によって視覚が回復しそれがラットの障害を通じて維持されているということですこの結果からもチャネルロドプシンがが内で恒常的に発現したとしても 免疫学的に排除されるようなことは起こっていないと考えられますまたリンパ球の変動であるとか多臓器での発現網膜の炎症などいろいろ調べてみましたが現在までのところ重篤な副作用というものは認められていませんでもう一つ波長感受性についてですチャネルロドプシン4 5ー n m 青色をピークとした波長感受性を持っています で私たちいろいろ遺伝子を改変して別の色を見れるチャネルロドプシンを調べて、まえー、作ろうと行ってきましたが2008年に、えー、ボルボックス別の緑藻類から緑型のチャネルロドプシンが発見されましたそこで私たちこれを、えー、すぐに培養しまして、えー、取ってきましたが哺乳類の細胞ではうまく機能しませんでしたで哺乳類の細胞でうまく機能するような改変型のボルボックスを チャネルロドプシン 2I を作って調べてみますとこれはパッチクラウンプ法細胞単位こちらは遺伝子導入を遺伝もラットに行ってビ簿で調べたものですがチャネルロドプシンが青色だけであるのに対してこの改変型のボルボックスは可視光全般を見渡せるような波長感受性を持つことが分かりました以上のことでこういったチャネルロドプシン2 およびボルボックスの赤型のチャネルロドプシンを使って今後視覚再生について研究を行っていきたいと考えています現在行っているものはカニクイザルでどのくらいの視力が回復するかということを行っていますで実際トレーニングして正常な状態ではランドルト艦の小さくなるにつれてカニクイザルは えー、不正解をたくさん出すということが分かってまして、えー、肩がんを編成しますと、えー、肩がんはほとんど正解を出せないようになるといったことまで来ております。でこの治療用ウイルスベクター GMP レベルのウイルスを作らないといけないわけですけど多額の予算を要します。これについては東北大学学未来工学 治療開発センターそして医学基盤研究所の協力を得て現在 GMP のウイルスペクターを作成中です,でです、えー、この私たちが行っている遺伝子治療による資格再生いろいろなテレビであるとか新聞雑誌で取り上げて以来非常に、えー、いろいろ網膜色素変性症の患者さんから電話がかかってくるようになりましたで 日本網膜色素変性協会っていうのは、えー、患者さんが作る団体ですが遺伝性疾患であるということから本当に自分が実験台になっていいのでぜひウイルスを注射してほしいというふうな電話がかかってきますでまあ私、まあ、医師ではありませんしそれに、まあ、勝手に注射してしまうと捕まってしまいますのでまあいつもお断りするんですけれどもまあそういった 非常に切実な要望がありますので、一日も早く治療法として確立したいと考えております。最後になりましたが、これらの研究は、東北大学学内の先生方、そして大切な研究者の先生方に協力、ご指導いただきながら続けております。ごごありがとうございました